バショさん早っ、やば、こんばんは、バショさん一番おめで、あ、ニュージューさん花束ありがとうございます。行きまーす。バショニューズルミヤビリュウタイグニュールジートゥケンちゃん、中島、ラブオ、カツ、ヨシオ、アサミ、マサキ、マッツン、ユータ、タツヤ、コイキ、マーさん、ヨダ、ホリックモ、スガチン、グラス、イナッチ、ノリヒロジョウ、マヤワラ、リバータン、イトウカ、ガニコ、カモモンジ、アールくん、ナオナオ、ナンギン、キミちゃん、ミヤ、アキラくん、カゼッチ、シュン、ケイタン、羊とかいるか、ルン、ん？もっとあやちゃんのパパ。こんばんは。お久しぶり、昨日やったな。タイガーマスクさん、バラありがとうございます。今日もちょっと小声でやります。体調は良くなってきた、ありがとうございます。そう、体調別に悪くても今日は絶対に行かなきゃいけないって思ってたんで、手首に鍵るついてる、あ、鍵誰かいるの、いるよ、川島とまこっちがいる。そう、今日レッスン行けました。ロッカーの鍵黒にしたの。レッスンお疲れ様、ありがとうございます。確かに今仕事終わったところなので発表についていけてません。本当ですよね。その話もしたいんですけど、今私とお話ししましょう。まこちゃんもいる、隣にいる。ガニコさん、花束ありがとうございます。俺のハートの鍵やな、多分それ違うな。違うな、もうその鍵は開けられてますよね。一部4、ありがとうございます。コトちゃん、コトちゃん、ハートありがとうございます。ルコークさん、クマありがとうございます。ヤーマン、インドインドしてますか、インドインドしてますか。今日ね、今日やばいんだけど、なんかもう顔疲れてる。おつまこ見たい、ダメ。見ちゃいけない、私の合鍵はダメ、顔おつまこ、なんかおつまこってさ、なんかお疲れ様なのに、もうまこちゃん自体がおつまこって呼ばれてるよね。けんちゃん、ブーブー、ありがとうございます。ルコックさん、花束ありがとうございます。確かにハート全開だよね、3人好きだよね。え、違ったっけ、あれ昨日インドインドした、いいね、意識高い、あ、違うねえ、したいよね。え、ちょっとさ、中級終わったら、うん、行こう、インドインド、予定立てられました、今、うん、やったえ、食べたい、あそこ。でもさ、歩くのがちょっと長いよね。ちょっと長い、まあでも食べるために歩くのは頑張れるか。ね。食べた後はね、歩かないと。そうだよね。え、これさ、サッカーがあるよね。この髪の毛止めるやつ。え、あるよね。歩くの苦手じゃないけど、あのポケモン GO やってれば余裕。みやくん、ハート、ぐっちゃん、小判、みやくん、花束、ありがとうございます。鍵はないか。バターの行きたいね、生誕祭よかったね、ありがとうございます。ゆもさん泣いてた。見えた。ビブス、あ、サッ、あ、本当だ、ビブスも来てるからサッカー選手っぽい。へんぽこな、へんぽこな、とう、てっちゃん。やばい。あ、ひろしくん、ブーホー、みやくん、オープン、いなっちくん、だるま、にゅうじゅうさん、ハート、ありがとうございます。よださんも50カウント、
嬉しい。カツさん、ルトロさん、ユニール、バショウ、皆さんありがとうございます。星投げカウント、まこちゃんの生誕にサーヤ、そうだよ、行くに決まってるじゃないですか。ヘッポコって令和になって初めて聞いた。え、ヘッポコってよく聞くよね。あ、うつみっちもおハートありがとうございます。桃田新さんもありがとう。今日は30分配信できるよ。11時までだからね。おおお、川島の声聞こえる。ひろしくんハート、むつみっちハート、のりひろじょうさん尊い、ありがとうございます。俺の部屋の合鍵いる？いるいるって言うとくわ。最近サンスケに戻った。え、なんかその時によるんだよな。星投げ頑張ります、ありがとうございます。みはる声聞こえる。そう、今日なブログなんだよね。何かこう、けんちゃん、たこ、ひろしくんハート、ありがとうございます。さあ、今週2じゃないのかな、30日が私かな、だったら今週、今週かねえ。30、びっくりした。ニュージュルさん、かわいい、ありがとうございます。これかメンバーの立ち席なんだ、おぼ、おばんです。きょうさん、最近ブログが早く、え、本当にそれ、え、最近ブログ回ってくのすごい早くない？感じるのやばいよね。そう、しかもちょっと順番、まあ、順番一緒か、悲しい。琴ちゃん、だるま、ひろしくん、ハートたくさん、ありがとうございます。31日当選するといいな。え、当たってほしい。皆さん来ますか？ブログは書くネタいっぱいでしょう。全然いつもね、何書くかすごい、あ、でも最近は生誕祭とか青春ガールズ公演があったんで書けるんですけど、今最近あったことはね、もう練習練習ばっかりで、あんまりないな。メールとかショールも始まったから、僕もそう感じる。え、そうだよね、ブホだけ語ればいい。なんかココナさんだったら許されそう。応募する、31日外せない仕事。え、なんか毎回いるイメージ。え、いない。なんかさ、本当にたくさん来てくださってる方がたまに来れない日があるとすごい寂しい。えー、寂しいね。さやの生誕祭まだ見てないから、今日 DMM で見るね。見てください、まこっちのも見てください。感動した。さやって質問系のハッシュタグあるっけ？ない、ないけど、ハッシュタグさやだよりでやってるけど、特定の人しかねやってくれない。あ、もう書いとこう、やっとこう。サーヤだよりは元チコだよりだよ、知ってる方います？暑いですねとか。うほう、今日、そう、今日ショーンいないからソワソワしちゃう。本当だ、いつもなんかすごい目元がキラキラしてる。ルコクさん、アイス、場所地、ハート、ありがとうございます。知りません、嘘じゃん。今日からやります、やった。カイニャへのレスがサーヤへのレスだった、ショック、やった。え、でもね、それ嬉しいけど申し訳ないなって思う。ミヤくん、ブホー、ありがとうございます。周りが静か、そう、川島配信終わった。
そう、びっくりした。そう、31日の青春ガールズ公演は久しぶりにナーヤンとフユちゃんと出れるの嬉しい。ブホーポンジュース嫌いじゃない、 100% なら好き。オレンジジュース、サーヤだより書く、え、書いてほしい、返信もしてほしいけど。多分立ち見、え、なんでずっと立ち見なの、遠方枠とかだった、あれどこの席とか決まってるのかな。だいたいゆっぴ顔治ってたね、治ってた、よかった、可愛い顔見えたね、綺麗になってた。でも元が分かんない、どのくらいの怪我だったのかね。え、そうだ、久しぶりのこれ、もうこれ19歳じゃないから20に変えたいの、ちょっと綺麗に書き直したい。これを皆さん見たのあれだね、9期生全員でのショールーム以来、あの地獄のショールーム。いじめと言われた、かっこいい、本当に。え、もうなんかね、湯浅さんに、湯浅さん違うな、え、なんか幽霊みたいって言われた、なんかほら二重になってるじゃん、ちょっと湯浅さんに書いてくれた、いいな。これね、中坂が書いて、その上から湯浅さんが直ってくれたんだけど、ちょっとうん。え、だよね、ちょっと白いガムテープ貼って20に変えよう。プラス1ちょっとやだな。え、私この字すごい好き、めっちゃうまいよねこれ、うん、だよね、え、すごい好き、めっちゃうまいよね。なんか他の8期生さんの見たら全然字体が違くて、え、これ好きね、めっちゃうまいよ。そう、レッスン初日の時かなに書いたの、地獄の塩ラーメン美味しかったね、何にも美味しくない。え、あれね、結構私の中ですごいちょっと複雑で嫌で嫌で泣いたんですよ。皆さんそんなの知らないですよね、言いたくなかった。隣はまこちゃんがいます、まこちゃん永遠の10代、あ、いいかもしれない。これはいつまでつけるか、早く昇格したいですね。そう、あと中京テレビの出演者発表されたじゃないですか、あれは出られないのがすごくショックで悔しかったです。おつまごとかあって嫌です。嫌です、もうみんなまこちゃん見たいのか、あれ悔しいね、うん、悔しいプラスちょっとね、はぁと思ったのがあったんですよ、それは言わないけど。ちょっとね、はぁと思って、それもまたイラってして、うん。19歳おばさん、ちょっとね、ちょっとカチンとした自分の中で。それを聞きたいから、うん、ショールームでは言わないな、まあ覚えてたら握手会とかで言ってください。ね、ガチ恋ってたまに言ってくださる方、結構メールでも言ってくださるんですけど、ガチ恋って何、ガチ恋は、え、本当にアイドルとしてじゃなくて一人の女の子として、すごい、え、すごい、あ、みんなすごいと思ってない。こんな静か。恥ずかしい。
応援してる。あ、そっか、シングル発表されたから握手会あるね、あるね。みはる、うん、川島が教えてくれた。大河内え、すごい、え、こんな私のことをと思っちゃう。あ、15分経った。56日目ありがとうございます。さあ、あとはガチ声多いよえ、本当に？やだ、嬉しい。僕はガチ声でしょうか。そう聞いてる方は大体ガチ声かな認めたくない方も多分いると思う。ガチ声じゃないですって言ってもうん、嬉しいな。言いたいことがあるんだよ。いいね好き好き大好き、やっぱ好き、すごいねあー、そういうこと、呼び捨てで呼んでってとこからガチ恋になるやば、まだ会ったことないからな。え、でも会ったことなくてもそう言ってくださる方いるかもしれないよ。そう、この鍵で開きまくったね。え、ね、なんかね、ちょっと曲がってるなんか曲がってるの。前会議やるの。え、曲がってた。うちの前が会議がこって、嘘、折れちゃった。え、たいくんやられた。え、曲がってるよね。なんないよね。動かない。え、どうやって曲がったんだろう。いつか、刺せればいいか。あ、もっちーさん、もっちー、久しぶりだ。おつまこどこ？ここ。もう開かない？45分から始めたかな。今何分？今ね、5分。あと10分ぐらいかな。このね、ファンの方ね、教えてくれないのじゃ教えてくれるけど、なんか嘘だったりするんだよね。なんか、そう、私ね、10時半にや、前15分やろうって言ってんだけど、11時過ぎちゃってその毎日アイドル継続されるか分かんないってなった時にちょっと11時過ぎちゃったの。それもしそれもう一回あったら次の配信でツインテールするって言って、そう、みんなそれが見たいんだよね。怒られてない。ニューズルさん、花束ありがとうございます。あ、そう、私の生誕祭の時のお花すごい可愛くて全部持ち帰ったんですよ。そう、ディスプレイっていうの、え、何、あの台に乗ってるやつ、え、全部本当に用意してくださった、その気持ちが嬉しくて全部、あの雑草、雑草もう、あ、そう、造花とかもう全部持ってきたかったんだけど、ちょっとさすがに重すぎてそこまでは持ち帰れなくて、でも持ち帰られるものは全部持って帰った。ありがとうございます。今お家に飾ってあります、全部ディスプレイあってた。雑草じゃない、え、なんていうの、あの、あ、そう、それそれそれ人工芝。え、可愛かったショーン。え、あれもらった、メッセージカードの。あ、あれはなんか後日。え、そうだよね、もうまだ終わってない。私ももらってなくて、いつ、いつだろう、楽しみにする。次の次劇場行ったらもらえるかね。え、31出る、出ないって。
むつみっちハートのりひろちょちかわいい、ありがとうございます。次の劇場の時かな。そう、まこちゃんもまだらしいです。メッセージ一応書いて、一応って何俺の心を持ち帰ってくれた、持ち帰ってる、いつも。え、皆さんも持ち帰ってます花はドライフラワーにするの、しない、しない、なんかうまくできなさそう。そう、プレゼントとか劇場に行った時なんで。カード念のため嬉しい嬉しい。サイヤの幸せを持ち帰ってます。やっ、なんかもうちょっとやったね。俺言っちゃおしだから。言っちゃおしってなんだっけ。ユッチーズ研究生って言うんだっけ。リバターさん、ハート、ナナシさん、ブホー、ありがとうございます。ナナシさんは名前わかるな。まあ、配信だから言わないでおきます。チビショーを持ち歩いてないの、いない、お家にいる研究生って言うよね。そう、あのちっちゃい、ちょっと汚くなっちゃってるショーンあるじゃないですか。あれ、私が小学校高学年くらいの時におばあちゃんが買ってくれたやつなんですよ。それをみんななんか汚い汚いまあまあまあ、洗います。俺さえ特待生、さすが。結構特待生結構いますよね。クリスタサイヤフレンズ、あ、そうだ、私のファンの方の名前も決めないと黄色いショーンじゃない公式ショーンいる写真といない、そうだね、ダメなのかなって感じでいろいろ話して写真撮った。そう、大切なの、これ好きなんだとおばあちゃんに言って買ってあげるよって言われて、いやいいって言ったけど、おばあちゃんね、優しい、会いたいな僕はエリシウム、転校生、一押し、まだ研究生、まあ、研究生でも嬉しい。不法体ちょっとやだなゆうちゃんかわいい、ありがとうございます。何超音って、何何何何、違う人みたい、何が50分かりゃプンポン村さん、ありがとうございます。ちっちうちじまおいしになりました、やった、嬉しいと思う。お父さん見てるかな、お父さん、お母さん見てるはずフェアリー、そう、なんかね、メールでさ、私フェアリーテールが好きって知ってる方結構いるじゃないですか。だから SKE はなんかフェアリーテールのギルドみたいな例えをしてる返信があって、え、すごいいいなって思った。地中島さんのテーマめちゃくちゃ良かった、それは良かったですね、感動した。島中ギルド、そう、ハンターハンターは見ないハンターハンターはね、わからない、フェアリーテール派です、かワンピース派。ブフォーギルドちょっと違うなシマンチュ確かにいいね、ショールームの写真、いや全然良くない。そう、だから高柳あかねさんと一緒、え、生合ってるねショールームだと何、さやはワンピースを着ますか、たまに、え、見たことないかな、握手会とかで、
そう、まこちゃんがくれたの、私が誕生日プレゼントって嬉しい。そう、まこちゃんも出れればいいのにね、配信に手だけ映っとく何のマンチって G2 私渡した GT の黒バンピに合ってた、やった。そう、あれ結構お気に入りで、しかも今半袖、あれ半袖だから今の時期にぴったりなんですよ、着るの涼しい。今何時みんな帰っちゃったな、あ、え、私45から始めた、 46? どっちだろう。もう先に終わらせよ先にランキング読みます。置いてかれた、置いてかれたわけではない、言葉悪いよあ、じゃあ終わりにしよう。ランキング読みます。1位ぷんぽ村、2位ひろし、3位みや、4位むつみ、5位ルコック6位ナナシ、7位リバータウン、8位ラグオ、9位ことちゃん、10位ユーニール、11位ケンちゃん、12位 DD48、13位バショウ、14位カーくん、15位中島、16位カズ、17位、ポンさん、18位達也、19位タケヤン、20位アサミ。よし、20位まで読めました、ありがとうございます。そう、なんかシンデレラって言われるねこれおー、あ、スクショします。今日も皆さんのことが大好きです、ありがとうございました。またメールします。あ、急いでブログ書かないと、ブログ上がるの待っててください。よし、ごめん、バイバーイ。あ、全然まだあるんだ。そうだね、手をつなぎながら公演楽しみですね、出たいね。始まります。ねえ、みんな懐かしいって言ってるわ。みんな好きなんですか、ウィンブルドン。ああ、あるね。でも全然知らないんで、ちょっと今から覚えます、出られるように。あ、スクショします、これで、ヨマなんとから降りるはどういうことや。サーヤだより、あ、全部ひらがなだよ。おけまる、まんまるヨマ、これ NG がすごいね。あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、嘘ありがとうございました、おやすみなさーい